はい、えー、ハロー YouTube、えー、ちょっと面白いことがありまして、えー、急遽お話しさせてもらいたいなって思ってるんですけど以前に、えー、ジャッキーのハッピーラッキーにあのコミュニティっていう項目があるんですけどそれはえー、っと何ですかね YouTube 上の Twitter みたいな感じで、えー、僕のその場の気持ちとかを文字で、えー、こうこうこうだと思って回すとか とかっていうのを書くんですけど、まあ、こうなってた時の、このコミュニティですかね、これやると、なんかこんな感じで出てくるんですけど、これで以前にですね、ちょっと僕、自分のね、トークスキルがね、これでも伸びていった方なんですけど、なかなかね、自分の動画見て、うん、わかりづらいなとかって思って、 まあ日々精進って感じでやっててその時にえこういうコミュニティで質問させてもらったんですよね。自分のジャッキーのトークスキルは何点でしょうかって言った時にめちゃくちゃ面白いことが起きましてえ0点の人が40%で30点の人が0%で50点の人が20%。 でこの100点というところが40%だったんで50点の20%を1010 10で割って0点が 50%100 点が50%っていう風になったんですよね。うん。これがめちゃくちゃあの面白くってですねなぜかと言いますと最近あの物事って 50%50% 50 パーセントだよねっていう動画を上げさせてもらったんですよね。あの、まあ、というかストックしてたのを先ほど上げさせてもらったんですけどこれでまあここ、まあまあ、まあ見えないと思うんですけどこれなんですけどあのまさにこの法則がぴったりなってたからうわ面白いなって思ってあの勝手にこう話しさせてもらってるんですけど僕はあの 人生追求オタクとか、まあ、幸せ探求バカとかそんな感じでいろんなねなんかこういうの好きなんですよねこう探求するのが、うんあのー、幸せでも探求すればすればするほど深掘って幸せの 中に入っていいけたりすすると思いますし人生すらもねえ深掘って深掘って冒険していくほどにねその中の奥の方で洞窟の中で宝箱があってそれが幸せにつながったりっていうのがあると思うんですけど全ての物事にやっぱり対局でいいと悪いとか陰と陽赤と白黒と白赤と青黒と白 朝と夜とかねあって物事100あるんですけどそれがきれいに5050 50で割れてるらしいんですよねうんだからやっぱり万人に好かれてる人はいないとうんあとまあ止まない雨はないと,とねだから僕のことを嫌いな人50僕のことを 好きな人50とか送料は100で変わんないんですけどちゃんと「えー、なんで俺ってこんなに嫌われ者なの?」って思った時にふと気がついたら家族とかねあの後から知ったけど自分のことを好いてる異性がいたよあの子があのジャッキーのこと好きって言ってたでとかどっかでねおばあちゃんとかの存在かもしれないし どっかでその嫌われてる総量分だけ好かれてたりするんですよね。うん、でここで最終的に何が言いたいかと言いますと、まあ、人生とかでねつまずいたり、まあ、悩み事困り事とかあの、まあ、生きてたらそんなもんねあるとは思うんですけど半分ちゃんとうまくいってるんですよね。うん、でも半分なんかうまくいってないとうまくいってない何かがあるんですよね。うん、逆を言うと半分うまくいってないけど。 半分うまくいってるる何かがあるんですよね。うん、その何かは本人では今の段階では知り得れてないことかもしれないです、うん、僕ですとね本当にちょっと面白いのが、えーまあ、ちょっとアメバ TV でトランスエイジのことであの、まあ、結構水面に水滴を落とすようにグワッと波紋が広がった時に なんか自分ができないかとかね、えー、まあ、今もこういうふうにある種活動っていうのはやってるんですけどなんかないかななんかないかなって言ってる時にあのまあ、ツイッターがね、えー、一瞬でロックかかったりとかああんかこれやろうとか良かれと思ってやろうとしてることが立て続けになんか 自分が思った感じになんないなとかっていうふうには思ったりするんですけどちゃんとこの法則まあ神様の法則とね言ったらいいかわかんないですけどちゃんとその裏反面に良くなってるうまく進んでることが隠れてるんですね。うん、でこれはまあ宇宙法則に近いんで僕もどうそれがどう転がってるかはわかんないですけどあ あ、やっぱそうかっていうので、さっきの YouTube の自分のコミュニティ見させてもらった時に、ちょっとあの点と点がつながって、おあ、こういうことねっていうふうに改めて思えたので、ちょっとこのね、えー、動画のメッセージのエッセンスどうですか、もし何か参考というかね、あ、そうかとか、 あるよねとか思うう思っっっててもらったらたた嬉ししいいなって思いましたなまんかマニアックな話毎回やってんなって思ってるんですけどこういうのが好きなんでねちょっとお話とかさせてもらってますということで一旦ちょっと現場から以上ですありがとうございました